されたばかりで、おめでとうございます。ありがとうございます。はい、そのほやほやの本を今日持ってきてくださいました。4月18日月曜日、先週の月曜日に発売されたばかりの中国語圏の山辺、はい、これ野辺ですね、野辺、はい、海辺、川辺、はい、はいはい、ね、すごいですね。そうですね、まあ、この、この、まあ、4つに絞り方がすごいですね。そうですね、やはりあの日本の言葉って非常にいい言葉が多くてですね、以前から僕はあの、まあ、その登山とかいろいろやってたんですが、そういうその登山というよりか山の辺の道なんていうのが、うん、あの奈良県にあったりとかしますよね。そういう山辺とか、例えば野辺、例えば野辺送りなんていうのがあったりとかですね、海辺っていうのも、まあ、川辺、それから水辺ですとかね、うん、そういうなんたら辺という言葉に随分と惹かれていたことがあってですね、まあ、今回はその4つの山と野と海と川、うん、それぞれの辺というので、まあ、大きく分けて、うん、その多彩な日本の自然をですね、少し紐解いてみようかなというふうな、そんな思いですね。辺という感じは不思議ですね。なんか境目、そうですね、でもあるけれども、うん、一歩そこには未知の、なんかワクワクするような、そういうことですね。そうです、はい、本当にあのボーダーライン、何かとのボーダーラインというかですね、うん、その何かというのはもしかしたら自分の過去かもしれないし、自分の未来かもしれない、そういう時間枠かもしれないし、もしかしたら空間的な広がりかもしれないしですね、うん、非常にあの奥の深い言葉かなというふうに思ったりもしますよね。中国語圏再発見の、この読むだけで旅した気分になるわけなんですけれども、まずは2ページ3ページ目をちょっとこう初めて開いて見ております。辺、ほとり、歩き方の進め、ここから導入部分ということで、はいはい、ちょっと解説をお願いしたいと思います。そうですね、先ほどからその辺という、うんうんうん、まあ、漢字についてね、はあ、お話をいただきましたけど、うん、まあ、辺というのは、まああのまあ、ほとりとも読めるんですよね。はあ、そのほとりっていうのは、まあ、いろんな意味、先ほど申し上げたように、うん、時空間のほとりでもあり、うん、その空間的なほとりっていうようなこともあろうかと思うんですけど、まあ、私がいろんな山を歩いたりとか、そういうふうなことをやっていく中で、うん、まあ、ついこの間も実はそのブータンっていう国をちょっと歩いたりとかしていたんですけどね、そういうその、まあ、国内外の山岳偏境地帯を歩いていってると、何かしらですね、その場の空気が違うなと思うような場所が結構あったりするんですよ。その、まあ、場の空気が違うなというのは、まあ、表現を変えると、その場の持っている、その土地の持っている何か霊力みたいなですね、まあ、バクとして見えないんですけれど、うんうんうん、何かその五感並びに六感が感じ取るようなエネルギーって言ってもいいかもしれないでしょうし、まあ、それは目に見えないからこそですね、科学的なエビデンス取れないんですけれど、でも何か感じる場所っていうのはあるんですね。そういう場所を、そういう場所をその思い出してみたらですね、やはりあのこのほとりっていうか、うん、何か時空間における、空間的な広がりの中における、まあ、何かとのボーダーラインって言いますかね、まあ、それをおそらく昔の人はですね、結界っていう言葉で言ってたのかなと、まあ、結ぶ世界の界とか言って、例えば神社とかですね、そういうその信仰の聖地に入っていこうとするときに、そこで身を清めてから入るっていうんですね、うん、ですからいわゆる、まあ、晴れと気っていう言葉がありますけれど、日常と非日常とを分けるボーダーラインっていうんですかね、そういうふうな場所がその山にもあるし、野原にもあるし、うん、海辺にもあるし、川辺、うん、そして水辺にもあるっていうですね、うん、まあ、そういうその日本の昔の人たちが自然をどういうふうに捉えていたのかっていうですね、そういうふうな時に必ずあの引っかかるポイントがこのほとりっていうですね、言葉なのかなと、まあ、結界とかボーダーラインとかですね、うん、そういうふうなところじゃないのかなというふうに思ったりするんですね。なんか陰と陽があるように、昼間そして夜が来るように、そうですね、何かの移り目っていうか、何かの節目であったりですとか、そういったようなものっていうのは自分の人生においても、 あそこは転換期かなみたいな、私のことは後で振り返ることができますけれども、山なんかを歩いてるとですね、何かここから空気感が変わったなとか、
ですね、みたいなそういうふうなものは感じる時があるんですよ。空気がひんやりしたり、そうですね、まあなんかちょっと霊的な感じがですね、スピリチュアル的な形では感じられたりですとかね、まあ、人によってそれは差はあると思うんですけどね。でも例えば本当にあの山麓の神社とか、聖地に向かう途中なんかには、例えばお宮の社があったりですとかね、鎮守の森があったりとか、例えば鳥居なんてまさにそうですよね。鳥居をくぐっていこうとするときにはそこからやはり何か身を清めると、ですからそこで多少お辞儀をしてから入るとかですね、みたいなのがあるじゃないですか。ありますね。ですからそういったところが、その目に見えるような形以外にもね、鳥居なんかは目に見えますけれど、それ以外にも何か昔の人っていうのは現代の我々以上にもっと敏感に感じ取る力が強かったと思うんですね、そういう人たちにとってみたら、あ、ここから何かちょっと非日常の空間に入っていくなっていうですね、みたいな形だからこそ日常のその汚れを取ってですね、そして身を清めて、そしてその世界に正常な空間に入っていくっていうですね、そういうような形のことが、あの里地とか里山を歩いてるといくつもあるんですよね。それは山ばっかりじゃないんですよ。あの山麓野原ですとか、例えば高原地帯を歩いていたりする場合もありますしね、そういったような形のものをちょっと集めてみたんです、今回はですね。あ、そうなんです、はい、それはすごい興味深いですね、これからのお話が。でほとり、まあ、広島市内に住んでいると、まあ、たくさんのビルに囲まれて、なかなかこう感じられないことが多いんですけれど、それでもなんかこう平和公園に行くと違う空気が漂っている気がしますし、厳島神社、宮島フェリーで渡ったらなんか空気が違いますよね、やっぱりそれがほとり。そうですね、あのいわゆる、まあ、言い換えてみたらですね、今平和公園とか厳島神社おっしゃいましたけど、はいはい、そういったところっていうのは共通していることっていうのは、おそらくはですね、人々の祈りの蓄積がそこにあるような気がしてならないですね。例えば厳島神社にしてもそこに行ってお参りをする、そして平和公園なんかはやはり鎮魂の祈りみたいなものが、まあ、戦後ですね、そこにずっと蓄積されてきたと、というふうな形のことも一つだと思うんですよ。何かが蓄積している場所、歴史が蓄積しているかもしれない、祈りが蓄積しているかもしれない、そして過去の人々の営みっていうか、例えば憧れとか、そういったものがそこに場所に蓄積しているとかですね、そういったようなものが日常の中にはなかなかないですよね。日常っていうのはどうしてもその時間に追われてしまいますから、そういう何かが蓄積するっていうのはなかなかないけれど、このチューピーのスタジオはどうですか。どうなんでしょうね、もう本当にこの、なんか変なものが飛んでいるんじゃないか。月に1回っていう出演させていただくのは僕はもう5年6年ぐらい続いてますから、そういう意味においては私の個人的な時間はここのスタジオには月1回蓄積していってるのかなというですね、いうふうにも言えるかなと思ったりします。なんかここもでもいろんなゲストの方々が来てくださって、ね、いろんなパワーの集まりというか、そういうのも感じることがなんかこう活力とかエネルギーをもらえる、そんな気がするし、これからフラワーフェスティバルでもう街がにぎわいますし、人がいっぱい大勢いろんなところから来られるし、そういうところでもなんかすごくエネルギーもらえそうな。そうですね、フラワーフェスティバルってまさにフェスティバルですからお祭りですよね。お祭りっていうのは非日常ですよね、並びに今おっしゃったこのラジオのスタジオっていうのも、いろんな方が来られてそこで自分の思いをお話になるっていうですね、まあ、ある意味で言うとその日常とは違って自分の心の奥底からの声をこのラジオっていう媒体を通じて発信していくっていうですね、そういう方々がやはりこのスタジオにずっと蓄積した歴史っていうのはあろうかと思うんですね。あとリスナーさんとはこうお会いすることはなくても電波でつながっているこの不思議さ、そうですね、これもエネルギーのこうなんていうんですかね、目に見えないこうビビッときたものをお互い感じ取りながら声をくださってるっていうところではすごくこうつながり絆を感じるんですけどね。そうですね、いわゆる見えない世界への何かつながりって今おっしゃいましたけど、まあ、ラジオは声を通じてですけれども、でもまあ視覚はないですよね、で昔の人っていうのはおそらくラジオもない時代っていうのは何かその神の声を聞くみたいなですね、そういったような形のことなんかも何かとのつながりを持つ場がこういう、まあ、ほとりっていう場所だったのかなという気がしてならないですよね。この本には本当になんかこうエネルギーに満ち溢れたワクワクするような本ですね。
まだまだ導入部分お話をいただいたんですけれども、1600円プラス税でただいま書店にて絶賛発売中、発売ばかりです。はい、ぜひぜひあのもしよろしければ、月1回4週目に清水さん本の解説をしてくださいますので、できればリスナーの皆さんも手に取って、今日は何ページ目ですということで解説がありますので、見ていただくと分かりやすいかななんて思ったりします。私あの老後の、何度も言うようですけど老後の楽しみとして1ページ目今日行ってみようかな、今日は10ページ行ってみようかなということで、そういう楽しみ方もおすすめかなと思うんです。ぜひ老後と言わずすぐ行ってください、ということなんですが ね、 すいいすね、はい、これはだからパート3になるんですか。そうですね、まあ、パート3っていうか、今まで里地里山歩こうというタイトルでパート1パート2を作ってきたんです。まあ、それの兄弟本っていう形ですかね、ちょっとくくり方を変えたっていう感じなんですね。じゃあ4冊目にはなられる。まあ、実際に本を出したのはあの、ま、8冊目ぐらいなんですけれど。そうなんですか、はい、すごいですね。これはまた充実して分厚いですそうですね、あの写真を対応してますから、写真も私自身が撮った写真で、一つだけちょっと自慢させていただければ、地図もですね、実は地図を入れてるんですが、地図も全部自分が書かさせていただいた地図なんですね。手書きですね。手書きのやつにちょっとその何ですか、構成していただいたっていう感じなんですね。ちょっと分かりやすくカラーも入ってますね、はい、はい、ということですので、ぜひ皆さんお手に取ってください。山辺野辺海辺川辺への道80のコース、中国5県の本を絶賛発売中です。今日は清水正弘さんに旅のプロデューサーお話をいただきました。また来月も楽しみにしております。ありがとうございます。よろしくお願いします。はい、こちらこそありがとうございました、はい。